今日今、大友先生、青柳政策統括官、大西先生からご挨拶賜りました。誠にありがとうございます。もうあれから10年ということでございますが、こういうフォーラムを開催できますことを本当に心から感謝申し上げたいと思います。で、私の方からは東日本大震災からの10年とこれからの日本学術会議と防災学術連携隊のこれまでの活動の総括をここでお話しさせていただきたいと思います。ちょっと画面共有をさせていただきます。それでは始めさせていただきます。日本学術会議と防災学術連携隊の活動でございます。まず2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が起こり、本当に甚大な未曾有の災害が発生いたしました。そういう中で今大西先生からもご紹介ありましたように、日本学術会議の土木工学建築学委員会の有志が中心となって30学会にお声をかけて、東日本大震災の総合対応に関する学協会連絡会を発足いたしました。その中で多くの学会にそれ最初からも医学とかいろんな第1部第2部の方にも入っていただいて総合対応を研究してきたわけですが、その中でも巨大災害から命と国土を守る30学会からの発信という連続シンポジウムをいろいろな角度からこれについてみんなで意見交換したということが結構重要であったかなと思っております。そういう中で30学会の共同声明も出させていただいておりまして、2012年には、左側にございます国土防災減災政策の見直しに向けてという提言も出させていただきましたし、また右に映っております、これは国連の仙台防災枠組みに向けて発出した英文の共同声明になりますけれども、グローバルシェアリングオブザファインディングスフロムザファーストグレートアースクエイクディザスターズインジャパンということで、英語の対外的な発信もさせていただきました。これにつきましては本日冊子を今日のフォーラムに合わせて記念冊子を出しております。その中に出ておりますので、お手つきがの時にちょっとご覧いただければと思います。そうこうする中で、実は東日本大震災をずっと我々はテーマにしておりましたが、日本は災害国家でだんだん風水害とかいろんな災害がございます。やはり自然災害全般に対象を向けて2016年の1月に防災学術連携隊を創設したわけでございます。この時47学会が集まりました。でこれから約今5年経ってこの10周年を迎えているということになります。で日本学術会議を中心に学会が集まりまして、先ほどご挨拶を賜りました青柳政策統括官はじめ内閣府の防災担当の方々のご尽力もあって、府省庁の方々と学会の定期的な連絡会も開くことができましたし、また自治体関係機関との連携を取る防災国体に毎年参加するというような形で学術家と他の分野の連携も鋭意取ってきております。で2016年1月に発足してすぐ熊本地震が起こったわけでございますが、その時から日本防災学術連携隊のポータルサイトに特設ページを開設して、みんなの学会のいろんな情報を集めて情報共有を図るということもやってまいりました。また本震から2日後には合同記者会見といたしまして、学術会から正確な情報を報道機関の皆様にご提供するために合同記者会見も開きました。これは東日本大震災の時に各学会が別々にいろいろ科学的知見を発信していったわけですけども、なかなか総合的にご理解いただくのが難しく、ちょっと混乱を招いたというような反省に立った動きでございます。で学会はすぐにいろんな調査を始めます。その調査の成果をしっかりと社会や報道政策に還元するために緊急報告会も
行いました。また1周年は熊本県と一緒になって県庁まで伺ってみんなで科学的知見を被災地にお伝えするというような活動や現地の視察なども行いました。まあ、そのうち本当にだんだんまた気候、地球温暖化の影響もありまして豪雨災害がだんだん頻度を増してくる中で、やはり2018年西日本豪雨災害、これは記録的な豪雨が同時多発的に広域に起こるという大変な豪雨災害になりましたけれども、この時に緊急報告会を10月10日に行ったんですが、その1週間前に台風21号、またその直前に胆振東部地震が起こって、その報告も急遽追加するなどということで、非常にダイナミックな動きで、なるべくこう、まあ、みんなで頑張ってきたっていうところがございます。その中で西日本豪雨の起こっている7月に市民向けメッセージも発信しまして、二次災害防止ですとか、あと災害における自助のセルフヘルピングの重要性ということで、あなたには災害の危険性を知る義務と自分と家族を守る責任がありますという、まあ、知る権利を知る義務という形にして強調したようなメッセージも出させていただいて、 NHK の解説ツアジアなんかでも取り上げられております。でこの年にからやっぱり特徴的だったのは、地震や猛暑、豪雨、災害、台風っていうのが連続的に複合的に起こるということで、この複合災害にどう備えるかっていうことが大きなテーマになりました。その中でいろんな分野の専門家が集まっております、ネットワークしております防災学術連携隊は、この複合災害に鋭意取り組んでいくようになったわけでございます。そうこうするうちに、昨年本当に驚くことにですね、まあ毎回驚いていてはいけないんですけれども、こう やりながら毎回想定外だと思っているのは本当に未熟だと自分でも思いますが、感染症と自然災害の複合災害にどう備えればいいかということに直面していくわけです。で昨年の5月には医学の先生、看護の先生、皆さん集まって、気象の方とか集まって、この市民向けメッセージ、災害時の避難の時に、避難所の3密対策をしなきゃいけない、分散避難をしなきゃいけないということを発信させていただいております。でここから先ちょっとこう試験になるんですけど、やっぱりこれだけ災害が多い中で将来的にどうしたらいいのかっていう時に、やっぱり日本は人口がこれから100年間で半分に減っていくであろうという予測があるということをちょっと考えてみていただければと思います。明治以降増えた人口の大半が縄文時代の海であったところを埋め立てて住み着いたのが日本の国土構造の特色です。巨大な地震や洪水が発生すると自然は元の姿に戻ろうとします。西洋の近代的な技術というのは自然を克服することを前提にしましたが、近年の自然災害の結果はその限界を知らせております。今後は長期的にはやはり安全なところに住もう、もっと大地とか安全な地域に住む、でその中でこういろんな土地利用制度をみんながこう安全なところに住んで他は自然に返すという地域も設けて、その中で地籍問題を繰り上げて土地の公有化なんかを推進していく必要があるのではないかなどと思っております。やはり100年後に5000万人が安全に暮らせる国、豊かな自然と人間が共存できる国を作ろうというのを長期的に目標にすればいいのではないかと考えております。しかしそれは長期的な目標です。日本は言わずと知れた地震国家でございますし、今南海トラフ巨大地震、首都直下地震、プレートが動いておりますので、まだ東日本大震災の東北地方太平洋沖地震の余震も続いております。そういう中で私たちはやはり50学会8学会のネットワークを駆使して、みんなの力で一緒になってですね、この難局を乗り切っていく必要があると思っております。そういう意味で本日の発表、これまでいろんな学会が10年間に積み上げられたこと、そしてこれから何をすることするかということをみんなで共有していくってことが大変大事であると思っておりますので、ぜひ充実したフォーラムにしたいと思っております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。